はい、皆さんお元気でしょうか。なんちゃってギター弾きの J です。お元気でしょうか。今回はね、コードチェンジのね練習、よくねコードチェンジが難しいという感じのね、その質問がありますけどね、あの難しいコードは、あのコードチェンジが難しいというのはあるんですけど、あの簡単なコードチェンジのでもしっかり練習しとかないとやっぱり難しいのはできないんですよね。だからコードが簡単だからコードチェンジが簡単で難しいからじゃなくて、一応これにはね、予知のね練習がいるんですよね。これをねやってみたいと思いますね。なんちゃってギター弾きの J がこれからレッスンしてみたいと思います。はい、以前にやったかもしれませんけどね、かなり昔だったのでもう一回ね、あのおさらいを兼ねてやってみたいと思いますが、コードチェンジのコツというのはですね、例えば譜面とかコードを見ながらね、こうやってやるでしょ、やりながらこうその時にコードチェンジの時に来た時にやるから分かんないんですよ。例えば、これなんだろう、結婚しようよ、ね、拓郎さん C、G、Am、C、こういったコードがあった時にですね、 C を弾いてる時には次の G が頭に次に来てるんですね。で G で、その時にですね、チャンチャンチャカチャカの時にコードチェンジを弾いてして、それから頭で G で Am、 この微妙なタイミングの時にコードチェンジするんですけど、その時にやっぱり C の次は G、 C をやってる時に G もに目がいっとかないといけないですね。で G を弾いてる時にはもう Am にも目がいっとかなきゃいけないです。 Am の次は C、先々先々頭の中でこうね、予知をしとかないといけない。それができないとすぐにこう焦ってコードをチェンジするようになりますので、それをこう簡単なコードで練習しとくといいってね。 C、 C はもう一回いきますよ。ワン、ツー、スリー、 C ですね。 C、 今度 G です。 G、 Am、あー、 C、 ダラララララ、簡単なコードだったら覚えてる。こんな感じでね、あの頭の中でこうね、ずっとこうリアルタイムで見るんじゃなくて、ちょっと前を見ると、僕の髪が肩まで伸びて君と同じになったね、するとスムーズにコードチェンジができると思いますのでね、これを練習してみてください。はい、それでは定番いってみましょうか。 G で G、 E マイナー、 C、 D7、 定番ですね。これも同じ C、 E マイナー、 C ですね。 C、 D7 頭に入れといて G7、 探し物は何ですか、見つけにくいものですか、カバンの中も机の中も探したけれど見つからないのに、まだまだ素が好きですか、それより僕と踊りませんか、夢の中へ夢の中へ行ってみたいと思いませんか。ちょっとコードがなかったので間違えてしまいましたが、こういった感じでサキ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 やっていくという感じですね。テンポの速い曲はいい、遅い曲の時とか難しい曲の時がありますね。例えば、G で D マイン、そこから B7、 ちょっとこう B7 が苦手な方もいらっしゃると思うんですけど、時は、少しこうね間合いを持つんですね。 B7 をやっておいて弾く、だから G、 D ですね、 D、D7、 D7、 Em、 もう一回繰り返しですね。 G、 D、 B7 は共に入れといて、押したら一緒に弾くんです。 Em、 一緒に切り替えて一緒にタイミングで、これ早くすると
感じで、切り替えていくという感じにやればいいと思いますね。あともう一つは G から B マイナーとかありますね。よくパターンがありますけど、これはですね、一回 G を弾いておいて音が途切れないようにしておいて B マイナーにする。こんな感じ弾くんですけど、これが もし難しかったら省略コードでこの3つを決めておくんですね。この中、薬指、小指を決めておく。この3つを決めておいて、でそれをできた時に今度はこの3つが決まっているのか、あと親指で人差し指ですね、人差し指だけこう制覇すればいいわけです。ここからこっちの指はもう決まってるんだから、それをできたら一緒に、ね、こんな感じで何回を踏んで覚えていくっていう方法もありますね。はい、じゃあ戻りますけど、今度は、1小節にコードが2つあるパターンですね、例えば G と D、そして B7 と E マイナー、そして C と G、A マイナーと D ですね。こんだけありますけど、1小節に2つ入るということは、1234に弾くんじゃなくて12で切り替える。これもやっぱりこう 1,2 で弾いたときは次は G、D ですね。そして B7、E マイナー、 C、G、A マイナーで D、 こういう感じでやればコードチェンジがねスムーズにできると思うんですが、いかがでしょうかね。これはね特にね今やったやつを練習しておいてください。次回はこれの解説動画がありますので、お楽しみに思います。次回はタイトルは言いませんが、 5G から始まるやつですね、やりたいと思いますので、よかったらまたチャンネル登録とかね、いいねとか、コメントとかねいただければと思います。 G チャンネルでした。では次回、予習をしておいてください。 G D B7、 E マイナー、 C G、 A マイナー、これをしっかり練習してください。ではまた次の動画まで、最後までご視聴ありがとうございました。 J チャンネルでした。